せーの、こんにちは、しゅうです。はい、今日はですね、はい、GU とカッパのコラボアイテムが出たということで買ってきました。本当ね、今日発売で、今日発売。さっき買いに行ってきて、はい、で今日一足買ってきて、今から紹介します。はい、最速レビューみたいな感じで、やっていきたいと思います。はい、前たちが言ったのが、超大型店ではなくて、大型店の方だったので、まあ、超大型店にしかないアイテムとかは、ちょっと見ることができなかったんですけど。ということで、めっちゃね、コーナーもすごい人気だったんで、うん、もう争奪戦でした、はい。ということで、紹介していきたいと思います。じゃーん、全部で9点、はい、で総額いくらぐらいだっけ、2万4000円ぐらいだったと思います。まあ、結構 ね、こんなに初めていっぱい買いました。初めて買いましたけどね、僕からいきたいと思います。お願いします。まず1点目、これね、一番人気でした。なんかもう店舗にもないって言われたんで、ギリギリマネキンのやつをね、店員さんが外してくれて。そうなの。すごいね、優しかったです、店員さん、ありがとうございます。こちらベロワ素材のね、ジャージを買いました。てでーん、かわいい。はい、こんな感じで、とトップスもセットで、ジャケットもこんな感じです。普通のジャージタイプのやつで、首がちょっとね、ハイネックみたいな感じになってます。はい、でね、ジャージのね、ズボンの部分はこの横のラインがめちゃくちゃ可愛いなって思います。そうで、こっちはちょっと柄みたいな、カプカプカッパみたいな感じの柄が入ってますね、うん、はい。ということで、こちらお値段、ジャケットの方がですね、僕は 180cm で XL サイズを着てるんですけど、はい、なんと2990円っていう。安いんだよね、びっくりした。4号ぐらいすんのかなと思ってたら、日給っていう、うん、パンツの方が僕 180cm で M サイズ、うん、こっちが2490円ですね。まあ、サイズ感結構ね、あのパンツは太めで、ジャケットもまあ普通、まあ、オーバーサイズっていう作りでもないですけど、まあちょっと僕は大きめのサイズで XL を選びました。でも実はアイム色違いを買っております。はい、ネイビーいいよね。そう、ネイビー、シューさんネイビー迷ってたよね。うん、ダイもこっちのベージュと迷ってたんだけど、うん、まあ、ネイビー買っちゃいました。アイは 161cm で一番小さい S サイズを買いました。はい、これもお値段変わらず2490円になります。はい、なんでまあ上下でも5000円ぐらいで買えるっていうね、うん、でカップルで色違いとかできても全然可愛いよね。はい、こんな感じでネイビーですね。はい、続きまして、こちらでございます。こちらのアンクルパンツですね。で、ここにカッパと書いてありますね。商品名がサイドスリットアンクルパンツで、お値段が2990円、うん、僕は M サイズを買いました。はい、こんな感じで、まあ、ちょっと下がね、ボタンになってて、うん、ちょっとここボタンを開けて履くこともできるんで、うん、ハイカットのスニーカーとかとも合うかなと思います。そして実はこれも色違い、はい、じゃーん。あ、そうか、これ色違いなんだ。そう、色違いで、はい、こっちはね、ちょっとね、チェックというか千鳥柄みたいな感じで、うん、これが 160cm で、あえは S サイズを買って、お値段同じく2990円です。まあ、ここにね、カッパって書いてあるんで。そう、これね、まあ、黒もね、M サイズで、こっち S サイズなんだけど、うん、M は女の子でもギリギリ履けるかなと思って、まあ、2人で履けそうな感じです。はい、そしてこれのね、チェックの上もあります。それがこんな感じのジャケットになります。はい、これめっちゃいいよね。そう、これね、形が独特で、この首の部分がボタンでこう締まるようになってます。うん、そう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 、これもね、結構男女兼用なので、大きめの作りになったので S サイズを買いました。はい、これ値段が4990円ですね。そうね、こっちなんで高いかって、ちょっと生地がね、分厚いというか、そうそう、裏があのこういう感じのあったかいやつっていうか、しっかりした生地になってるんで、うん、ジャージっていうよりはジャケットアウターって感じですね。結構腕ももこもこしてて、腕横のラインが入ってるのと、ここが絞まっているので、うん、まあ、女の子でも男の子でも着やすいなって思いました。そうだね、これはめちゃくちゃいいね。なんかここちょっとなんか落ちてるし、肩ちょっと落ちてるんで、うんうん、ドロップショルダー気味になってるんで、結構オーバーサイズに着れるっていう、うん、でポケットもちゃんとあります。そうだね、これは可愛い。はい、僕も試着したんですけど、うん、なんかさすがに一緒のチェックは買うのあれかなと思って、うん、やめました。譲ってもらいました。そう、はい、そしてトレーナーも買いました。はい、こちらでございます。おー、じゃーん、いいね。これもね、裏起毛のモコモコしてるトレーナーになりまして、うん、こちらがサイズが L サイズを買って、値段が1990円になります。安いよね。これね、前もね、ちょっとシンプルな刺繍で可愛いのと、うん、あと後ろがね、じゃん、こういう感じね、大々的に定番のね、この男と女のやつね、定番の。そうそう、でさっき買ったパンツとも合いそうだなっていうのと、まあ、シューも L サイズだったら着れるかなっていうので、そうだね、まあ、一緒に着ようということで L を買いました。はい、ということでラストがこちらの靴下でございます。でーん、これね、めちゃくちゃ可愛いです。はい、これお値段390円という安さです。そう、めちゃくちゃ安いで、こういう靴下は、うん、なズボンと靴の間に出ちゃう皮膚のところとか、こういうねのでやると可愛いし、皮膚のところをね、皮膚のところ見えてもいい感じっていう感じで、まあ、白と黒無難に使えるかなと思って、うん、あとね、茶色とベージュかな、あったね、がありました。はい、そんな感じで靴下もいろんな種類あったし、あとバケハもあったんで、あとスニーカーもあった、スニーカーもあった、うん、スニーカーも2900円とかだったんだよね、うん、めっちゃ安いなと思って、すごいと思いました。ということで早速着ていきたいと思います。帽子かぶってたんで、ちょっと髪ぐちゃぐちゃなんですけど、着てみたらこんな感じです。結構可愛い色味も
ベロワック素材なんで季節感バッチリというか、181センチで XL だから結構ゆったり感がちょうどいいね。ちょうどいいね。でパンツも M サイズなんだけど、やっぱ太めの作りだからこんぐらいで、うん、まあ履きやすい。横のラインがめちゃくちゃ可愛い。そうだね、こんな感じで、はい、ちょっとまあボリュームのある靴と合わせていいかなと思います。で靴下も、うん、いいね。ここにねしっかりなんかピスネーム入ってるのもいいなと思いました。中にグレーのパーカーとか着てでちょっと締める感じでもね可愛いと思うね、うん、フードかぶってキャップかぶったりしても、うん、バケハとかだったらオーラ出そう。そうね、バケハいいね。なんか散歩これで行きたいですね。ボスの散歩、ボスの散歩ぜひ行ってください。それはい、こんな感じで、はい、ネイビーのこちらのパンツを履いてみました。こんな感じですね。なんかネイビーなのでちょっとグレーのトップスと合わせてみたんですけど、うん、すごいね、旅行ラインが本当に愛は可愛い。いいね。てかなんかダンスできそう。まずダンサーっぽい。ダンサーっぽい。そうで、なんか下がこうなんかなんだろう、詰まってるから、うん、いい感じだし。そうだね、今靴下短いの履いてるんですけど、うん、まあ、今回はプーマの靴と合わせてみて結構可愛いと思います。その靴いいね。うん、まだまださちょっと暖かい時もあるじゃん。うん、そういう時はちょっと白 T とかと合わせても可愛いかなって思って。そうだね。なんかね飛行機乗る時に履きたいこれ。まあ飛行機まあ乗れないけど。そうそう。確かに楽な感じなんですごいいいと思います。これで2490円だったらめっちゃいいと思います。うん、しかもこれネイビーのさこういうベロアのものって意外とないからありそうで。そうだね。だ色味本当可愛いよね。うん、ポッチもあるしここのねロゴも可愛いです。そうだね。ちゃんと光ってます。てかセットアップじゃなくてバラバラでも全然ありだと思いました。そうだね。こんな感じです。ネイビーでした。はい、このチェックの、まあ、チェックというか千鳥柄ですね。まあ、セットアップ風に着てみました、はい。めっちゃいいね。可愛いよね。可愛いわ。これねパンツだけで履いても結構個人的には好きですね。そうだね。てかこの刺繍もなんかチラッとした感じいいね。そうでね、若干なんかフレア。そうだね。フレアパンツではないけど、若干ね、ちょっと広がってる感じで、うん、なんか足長く見えそうだなっていう。で、今回ザラのブーツと合わせてみたんですけど、うん、こういうブーツと合わせても可愛いかなって思います。そうだね。でね、まあ今すぐに着るとしたらどうやって着るかなって思った時に、うん、まあ中はまだ T シャツの方がいいかなと思って、今 T シャツ合わせてるんですけど、あ、いいね。ジャケットもすごい S サイズなんですけど、女の子はほとんど S とかでもいいかなって、うん。で、いいよね、多分ね、S でこれだったら。結構ダボっとしてる。はい。っていう感じです。でここねこうやって全部ボタンがついてて、お締めてもすごい可愛い。締めてみてください。はい、締めるとこういう感じでございます。おお、いいね。てかなんか冬とかタートルネックとか着て、うん、でも可愛いと思う。そうね、こんな感じでめっちゃいいと思います。ジャケットはなんかさ自分の持ってる黒いミニスカートとか、うん、ショートパンツとかと合わせても可愛いと思います、うん、そうだね。こんな感じでしっかりなんか袖も落ちてるんで肩も落ちてていい感じだと思います。めっちゃあったかい。あったかいよねそれね。すごいあったかい。着てみた時びっくりしたもん、うん、っていう感じで、まあカップル兼用でも着れると思うんで。そうだね。はい、こんな感じで千鳥柄のやつもおすすめでございます。はい、トレーナーとパンツを履いてみました。こんな感じです、はい。パンツの方はね、アイがチェックのさっき履いてたやつの色違いになります。そうだね、こんな感じで、うん、まあ黒いスラックスに黒い靴下に黒い靴って結構足長く見えるんで、はい、靴下もまあカッパかけるカッパでございます。強い、カッパ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 っていうカッパカッパカッパパッパっていう感じなんですけど靴は他オネオネですね。はい、靴は他オネオネのやつなんですけど、いや靴下がちょっと見えるのが可愛い。そうね、まあちょっと階段登る時とかカッパカッパみたいな、他オネオネみたいな、他オネオネで、トレーナーもすごいいい感じ。そうね、トレーナーもね結構ここ本当は僕もうワンサイズ上ぐらいが良かったんですけど、うん、まあ、全然これでも着れるし、うんうん、まあ、彼女とか一緒に兼用でも着れると思うんで、うん、女の子は全然大きめで多分着れると思うので。そうだね、まあ、180センチでまあちょっとケツ出るぐらいの感じなので、すいません後ろ忘れてました。おー可愛い。やっぱ男はカッパで語るでしょ。なんか言ってますけども、こんな感じなんですけど、うん、まあ、裏起毛なんで本当もう暑いぐらい、まだ今はね。そうだね、着太りしないんでアウターのインナーにも着れるかなって思います。はい、まあ、こういうライダースとかをね羽織ってもう、まあ、黒いスラックスだしいい感じかなと思います。はい、ということでこんな感じで、新作のね紹介をしてみました。いかがだったでしょうか。はい、まあ、結構ね可愛いんで本当に、うん、でネットとかでもなんかあんまり完売なんでしょ。そう、なんか普通にさっき行きのね車で、うん、今日何買おうかなってもう一回見ようとしたらなんかアクセス制限書かれてて、すごい重くて全然見えなかったし、 S とか M とかそういう女の子とかも着れるようなサイズとかは結構品切れになってるのが多かったです。ちょっとじゃあ気になる方はね急いで店舗とかネットとか見てみてください。はい、はい、ということでこんな感じで、まあ、カップルファッションとかね、うん、まあ、GU とかプチプラ系の紹介とか結構してるんで、まあ、よかったらねチャンネル登録と高評価お願いします。お願いします。ということでじゃあまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。